はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もブラックオプス3チームデスマッチでやっていこう。リーパー入手。プレステージ1周目を迎えて、武器は今回は LMG の、ゴルゴン使っていこう。この武器は結構強くて、何度かアップデートで下方修正もされたりした。これにいつものようにメインガンファイターで、ストックグリップ、クイック。グリップはなくてもいいかもしれないけど、つけていこう。あれ？少ない。待つか。はい、マッチングしなかったから途中参加してしまった。ここどんくらい進んでるかな。あ、始まってない。ラッキー。じゃあここでやっていこう。ゴルゴン、インフェクションだっけ。回線は4本。あ、敵対勢力のスキャンフレッシュ。狩り尽くしてやる。敵に強そうな人がいる。ミッションタイム開始。戦って勝利しろ。さあ、こっちから攻めるか。アップデートで変わったのか何なのか、この音楽が、この BGM から一切変わんなくなってすげえ不気味。来ない。押して、あっ、あっと最初の2発ぐらいで仕留めたかった。プレステージしなかったらアップデートで確かランク1000まで上がるようになったんだっけな。だからプレステージしなければどん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 ランクが上がっていく。直して、危ない。ああ、倒せない。接戦気味。結構この武器クイックつけてもエイムもスタイルだからね。しっかり狙って、あー、頭ちょっと出てた。しっかり狙って、狙いながら動きたい。左側は上の岩山に敵がいない。よくいることがある。うわー、早いな。どうしよう、こっちから行こうか。敵 UAV 空域に侵入。 UAV を呼んでる。倒して、ひどいな、 M が。あんまり BO3 を長時間やってなかったから。よし、3人やった。リロード。よし、 UAV サイス。ほら、ほらほらほら、場所変えよう。あれ、よし、あかん、弾ばらまきすぎ。敵のダート、もう一回左から行ってみよう。多分ゴルゴはまだ下方修正の余地があるんじゃないだろうか。敵が死んでる。味方が向こう側から湧いてる。アウトライダーを処理。まだ向こうリスポンか。ユー軍 UAV 接近。アウトライダーを処理。当たんないな、ギリギリ当たんない。 XG 展開。こっちから来る。おい、来ない。リロードしちゃおう。リロードオッケー。こっちか。近い。こっち側から。コンカッション。味方も調子いい。やっぱ掲示責任。数値。よし。強いな。倒せない。サイスもなんだっけな、チームデスマッチで何度も何度も来ちゃうとあまりにも強すぎるから、最低1回は来て回数が減らされたんだっけな。ゲージが溜まる回、ゲージが溜まるまでの時間が
減らされた。え、どんどんいってるな。セントリーガン置いてある。まだ向こうリスポーン。どうしようかな。攻めてみるか。攻めないでおこう。危ない。グレネードを感じ。敵を撃破。左に行った。危ない危ない危ない。よし。バッテリーを処理。あお。戦ってコンバットナイフ。コンバットナイフの装備が40ランクに行かないとつけられないから。敵スナイパー。あんまりナイファーが多いわけでもない。後ろ？うまい。あ、まずい。出す場所が悪かったな。ここで出す。ナイス。ね。この開けたところあんまり出たくないんだけど。じゃあおう。おっ、ダメだ。サイスは貴重なんだけどな。さあ、まだ僅差でリード。こっちの上を登る。来る？来る？来ない。コンカッション。やって、まだいる、味方いる。こっから来る。近距離は苦手するフォルゴン。倒して、すぐ敵がいる。まだいる。まだいる、いるいる。うわ、うまいよ。あれあれあれ、敵すぎ。ここ、思いっきりリスポーン地点だ。あと5人。3人やって、いない。いるじゃないですか。友軍強化セントリー展開。あと2人。早い。あと1人。よけて勝った。でゴルゴンはこんな感じの武器。商人、最適な結果を導き出しました。他の武器に見劣りしてるところも多いけど、遠距離相手や中近距離には完璧な武器。で DLC も迫ってきてるから、それに備えて頑張っていこう。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。